中国の海洋進出が止まらない状況が続いているね。ほんと好き放題だよね。ああ。だが、自衛隊も手をこまねいているわけではないようだぜ。やれるだけのことはやっていかないと、どこまでも突き上がるだろうしね。日本はもう少し強気になった方がいいよ。そうだね。さて今回は、南西諸島を陸上要塞化していることや、中国への牽制を狙った SSM 造成について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年も相変わらず尖閣諸島周辺海域への中国海警局の艦艇の動きは活発であり、海上保安庁による警備が続いているよ。昨年2021年の累計によればこうした中国海警局の艦艇の活動は、尖閣周辺海域への領海侵犯が34回で延べ40日、接続水域への侵入はほぼ毎日といえる延べ332日にも達するなど増加の一途をたどっているのが現実ってわけ。こうした中国海警局の艦艇の動きには昨年2021年2月より改められた同組織を管轄する海警法の施行が影響を与えているものと考えられ、この中国国内法を根拠として従来以上の武器使用を表面的に合法化したことが大きいんだと思う。改定施行されたこの海警法によれば、海警局側が職務上必要だと認めれば、組織員の個人携行の銃器類はもちろん艦艇に装備された重火器の使用もこれまでよりも大幅に緩和されており、実力行使に向けたハードルを低下させているからな。中国海警局側の恣意的な判断で武器使用が容易となったこの状況下においては、それが現在の国際社会で容認されるか否かの根本的な問題はあるものの、日本の漁船等が当該海域で操業することはより困難になったと言えるぜ。海警法みたいな法案が必要なのは中国じゃなくて日本だよね。間違っても中国に許していい法案じゃないと思うんだ。中国海警局の艦艇は2021年頃より、それまで中国海軍で運用されていた054型フリゲートが転用されるケースが散見されているよ。艦対艦艦対空ミサイルといった重兵装は撤去されているものの、76mm の飛砲はそのままという艦艇もあるんだ。日本の海上保安庁でも巡視船の数量の増加を図ってはいるんだけど、こうした重兵装はすでに同組織の艦艇の対応範囲を強化しており、そうした装備を使用するかどうかは別問題とはいえ、何でもありの全体主義国家の前には劣勢感は否めないよ。最前線で両国の法執行機関が睨み合う、その一線引いたところには、軍事組織、すなわち、自衛隊と中国人民解放軍海軍が睨み合っているな。これら警戒監視任務に対応するために FFM や哨戒艦等を導入し、護衛艦部隊を警戒監視任務から対応して遠洋での作戦に割り振ろうとしているが、うまくいくかどうかは未知数だぜ。そうした状況下、日本側が安易に海上保安庁の巡視船に変えて、海上自衛隊の水上戦闘艦を前面に出すような選択を行えば、ますます中国の思う壺にはまりかねないとの指摘も多く、有効な対応策の模索が続いている状況だと言えるね。そんな中で日本が現有するアセットにおいて注目を集めているのが、陸上自衛隊が装備している1式地対艦誘導弾なんだ。これらと電子戦部隊や監視部隊と合わせ尖閣諸島をはじめとする南西諸島の、当初防衛に向けて極めて貴重な戦力であると言えそうだよ。ロシアによるウクライナ侵攻でも、ネプチューン地対艦ミサイルが、巡洋艦モスクワを撃沈するなど、その有効性が近年再度注目されているんだけど、自衛隊としては必要な防衛力をコツコツと積み上げてきた形だね。みんなももう知っていると思うけど、1式地対艦誘導弾についておさらいしておこうよ。そうだね。1式地対艦誘導弾は三菱重工が製造する平成24年度から調達が行われている兵器で、通称は SSM-1 回もしくは 12SSM と呼称されており、重装輪射用に地対艦誘導弾の発射筒を搭載した移動式のミサイルシステムのことだよ。1式地対艦誘導弾は誘導弾本体の直径は約 35cm、全長約 5m、重量約 700kg のサイズであり、旧軍的な表現をするならば 35cm 分身誘導焼夷誘弾となるんだ。こういうとその威力がイメージしやすいね。公表はされてはいないけど、最大有効射程距離は約 200km 弱だとしており、88式地対艦誘導弾の後継機種にあたるね。88式地対艦誘導弾は昭和63年1988年度から調達が行われている兵器で、通称は SSM-1 もしくは 88SSM だけど、これはもともとは航空自衛隊の F2 戦闘機に搭載されている。80式空対艦誘導弾をベースに開発された兵器であり、これを陸上用に改造したものとなっているよ。12式地対艦誘導弾とその前身となった88式地対艦誘導弾では、対象とされた仮想敵国は大きく異なり、前者が中国に対する南西諸島防衛用であるのに対し、
これは1991年の旧ソ連崩壊まで、日本の防衛は北海道をはじめとする北方において、同国軍の接近と上陸を阻むことを主眼としていたものが以後急速に、中国による南西諸島防衛にシフトしていったことを物語るものと言えるんじゃないかな。そのため88式地対艦誘導弾が配備された陸上自衛隊の実戦部隊は、北海道の北千歳駐屯地、美唄駐屯地、上富良野駐屯地、そして青森県の八戸駐屯地に置かれており、旧ソ連原ロシアの艦艇の接近を抑止し、上陸部隊を海上で撃破しようとする意図が明確だったんだ。これに対して1-2式地対艦誘導弾は、まず2016年に熊本県の県軍駐屯地の、第5地対艦ミサイル連隊に配備が開始され、2019年3月に奄美大島の瀬戸内分屯地、2020年3月に宮古島の宮古駐屯地と配備箇所が増強されているよ。さらに沖縄県の石垣島にも1-2式地対艦誘導弾を装備する、新設のミサイル中隊が配備される方針が打ち出されており、九州から沖縄へと連なるいわゆる第一列島線上に、地対艦誘導弾の防衛ラインが強化されているってわけ。これに加えて、これらを防護する地対空誘導弾である丸三式地対空誘導弾と、その改良型である丸三式地対空誘導弾階も配備が進んでいるみたい。これも自衛隊が誇る誘導弾シリーズの一員であり、同時多目標対処能力に低空目標対処能力、そして電子戦能力と、現在西側が運用する野戦高射ミサイルとしては最高級の一品となるようだね。加えて来年2023年には、沖縄県の勝連分屯地にも、新たな地対艦ミサイル連隊の編成が予定されており、この編成完了後には前述の奄美大島瀬戸内分屯地宮古島宮古駐屯地の、既存部隊もその霊下となるものと見込まれているよ。こうした部隊配備と並行して1-2式地対艦誘導弾は、今年2022年度中には2017年度から開始されていた、改良型の開発が完了予定となっているんだけど、この完成を待たずしてさらに射程距離と運用形態を増やす、能力向上型の開発が内閣によって承認されたんだ。これは、将来的には現在議論されている、敵基地攻撃能力反撃能力を担保するものであるとも予測されているな。これは中国の南西諸島方面の圧力の増加を受けて2020年12月に決められたものであり、敵の射程距離外から攻撃を行うことを起とした、いわゆるスタンドオフミサイル構想の一環として位置づけられているということができるよね。射程距離の増加については現行の1-2式地対艦誘導弾の約 200km 弱から、大幅な延伸目標が提示されており、これは報道によればまず 900km、次 2500km を目指しているとも言われているよ。また運用形態の多様化という部分では現在の地対艦だけでなく、艦艇搭載型の艦対艦タイプ、航空機搭載型の空対艦タイプが想定されており、これにより南西諸島防衛能力の多層化を推進することが期待されているんだ。1-2式地対艦誘導弾は誘導方式として、中間段階では管制誘導並びに GPS 誘導が採用されており、終末段階ではアクティブレーダーフォーミング方式が採用されており、中間段階の方式を考慮すれば物理的に対地攻撃用途にも使用は可能だと思われるね。現在開発が進む高速滑空弾と合わせ、港湾施設や空港等の敵削減地や、指揮統制能力を打撃する等の能力整備が防衛大綱に明記されるか否かが、今後の焦点となりそうだな。ただしこうした側面を強調しすぎると反対派からは、やれ憲法で禁止されている攻撃的兵器だとか、敵基地攻撃能力の保有だとか、結論ありきの批判にさらされる可能性も高いためか、積極的に言及されることは少ないぜ。すでに韓国などの一部のマスコミの記事では、日本が1-2式地対艦誘導弾の能力向上型を開発し航空機等に装備すれば、北朝鮮の平壌や中国の北京への攻撃能力を保有することになるとの指摘も出ており、今後もそうした傾向は強まるだろうね。弾道ミサイルや巡航ミサイルを乱射する北朝鮮や、日本に中距離ミサイルを多数向けている中国に対し、日本が抑止力としての武装を強化するのは当然の備えだと思うけどな。まあ、そんな理屈は従来通りに都合よく無視されようとしているな。でも、ロシアによるウクライナ侵攻など、現在日本国憲法が想定している国際社会による平和維持システムが機能していない以上は、防衛力を強化せざるを得ず、これからも自衛隊の攻撃的兵器保有の流れは続くと思うよ。というかむしろ続けてほしいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。